ちょっと急いで着替えてきました。え、すごい顔で止まってた。最悪最悪。最悪や、うん、早く再生されてほしい再開。高っぴじゃん。え、申告敬遠。ちょっと着替え、早着替え得意なので着替えてきました。マジか。あー、ギータ選手を、いや、1点取ってほしいな。1点取ってほしいというあれですね。いや、まあ同点でも勝ちだけど、取ってほしいけど、まあ勝ったらいいよ、勝ったらいいけど、負けなければいい。ちょっと待って、いや、まあデスパ打つぞ、打つちゃん、打つ可能性あるよ。スリーボール見れてますね。ボール見れてます。ちょっと待って、今コメント読まないようにしとくね、一応今のところ。私の方がラグあってさ、ちょっと遅いのよ。ちょっとコメントをちょっと一旦ね、後で読みます。おお、すごい振るじゃんすごい振るじゃん。あ、ここからアバターからみんなのコメント見れるから一応大丈夫です。すごい振るじゃん、もうフルスイングだよ。あー、フルカウントです。どうなる。うわ、ギータ選手打ちたいよね、打ちたかったよね絶対に。いや、でも次も中村選手と今、えあ、びっくりした。もう怖い。デスパイネ選手の打球がちょっと強すぎてさ、なんかびっくりしちゃう。あれフェアだったら最高だったけどね。頑張れ頑張れホークス、いざ行け。歌いたいよね。うわー、打ってる打ってる、打ってますよこれは。ライト方向に打ったと思いきやレフト方向に今度はね打って、ここで決めろ。あ、行きたかったな今日。おー、打ち上げたよ、打ち上げてしまった、アウト、トリアートチェンジです。あ、アスカさんありがとう、ヤシタンさんもありがとう。え、飛んで埼玉やってんだ、見たいな。ヤシタンさんありがとう。楽しみ方講座してほしいねそうね、でも見てたらやっぱ分かるよね、引き分けでも優勝だから、守りきったら優勝ですね。ズッキーさんありがとう。あ、確かに明日おしゃべり会ユニフォーム着ちゃおうかな、もし優勝したらね。
優勝したら来ます、これを、これを着たいと思います。優勝したらね、優勝決まったらね、今日、今日優勝決まったら、あ、そうね、これ着よう、イエーイ。いや、まだちょっと分かんない、どうなるかね。藤井投手です、優勝セール何か、何が安いのかな。あ、この回抑えてもまだ優勝じゃないもん。12回までか、延長はまだ1回あるよ、全然1回ある。あー、やばい、タバレさんありがとう。若鷹軍団、いやー、ちょっとでも延長12回だから、今日、あ、今日じゃない、今のこの回で打たれちゃっても、もう普通に12回までは続くわけでもね、普通に飲み屋とか安くなるのか、え、そうなのかな、点取られたら終わりよ。あ、なんか私最延長あんま見たことないんだけど、延長までさ、あれ見たことあんまないかもな、意外と。でもあの、なんかじ、あのドームにあの見に行って延長になったら結構地獄です地獄っていうか、あの混むんですよね。そう、いや、混むっていうかね、時間が遅くなって結構あの早く終わってはくんないかなって思ってた、あの昔行ってた時、ちょっと早く終わってほしいなってちょっとね思っちゃってましたね。あのホークスとかまだ応援してない時ですね。あの、これさよならになっちゃうわけだよね、もし打たれたら。やだー、混むの分かる、混むんだよね。にゃんさんありがとう。早く終わってくんないかなってちょっと思っちゃってた。あの弟とかがさ好きで見に行ってたからさ、そう、なんか連れて行かれ、連れて行って、なんていうの、連れて行かされてた時とかあったの。そう、その時はちょっと早く終わってほしい、早く帰りたいなと思ってた。お、ワンアウトです。ひげを剃る約束の藤本監督、藤本監督面白い。明日はそうだな、勝ったらもうホークスだな。源田選手、ズッキーさんありがとう。優勝決まったら来ます、明日。劇場に泊まる方法も、劇場泊まれないのよリアルなこと言うと、そう、泊まりたいけどね、ほんと泊まれればめっちゃいいけどね、お泊まり企画とかできるのに泊まれないのよ。おー、でもちょっと藤井投手いいよ、でも大丈夫だよ。わ、怖いな、この源田選手からの森選手からの山川選手が怖いな。球場のおすすめグルメありますか。そうですね、でも私もあんままだね食べたことないんだけど、唯一食べたのあれですね、あ、リコピちゃん食べたのなんか明太焼きそば、明太焼きそばっていうの食べて美味しかったですね。あとなんかポテト
なんだっけな、ヘルメットに入ってるポテトが売ってると思うんですけど、めっちゃ美味しかった。まさしさんありがとう。ヘルメットだったかな、わかんない、なんかでももらえるんだったっけ。おー、粘られてますぞ。いいよ、頑張って。マーチンさん、マーティンさんありがとう。ゴンさんありがとうございます。そのヘルメット持ってる、あ、そうなの。やっぱでも頼む人多いよね。私もヘルメット、アイスのやつある。おお、粘ってる。お寿司屋さんなかなか美味しい。あ、うん、あるよね、美味しそう。ヘルメットアイス美味しい、うん、当たってる自分に、危ない。優勝してほしい。三振いいよ。いや緊張しますね。いや緊張するよね、ここのここでピッチャー任されるの。今はベイスターズでソフトバンク、うん、なんか私さ結構なんかベイスターズファンだったんだよねって言われること多いんですけど、あのねあんまりその時その球団とかにあんま興味なくて、ただただなんかその弟たちが見てるのを見てたので、なんかベイスターズとかジャイアンツさんの試合をよく見てたから、そうっていう感じで、なんかファン、ベイスターズファンまでは行ってなかったんですよ。あんまり選手がそこまで、そうそう、なんか詳しくなくて、なんならジャイアンツさんの方が好きだったかな。でもどちらかというとね、好きだったっていうか好きな選手が多かった、ジャイアンツの方が、うん、ベイスターズはまあなんかその球団、まあなんとなく、まあ、神奈川だしちょっと応援したいなみたいなそんな程度ですよ、小中とかは、うん。そうなんですよ、だからなんかこんなに選手を覚えて応援してるのは初めてですね。ホークスがやっぱ、うん、一番今までで好きになってるなって感じだね。だってすごいんだもん、打線がもうさ、どこ、ん、なんかなんていうの、どっから始まったとしてもなんかみんな安心感ある。なって思って、ヒット打たれた、やばいやばい、ちょっとコメントが先に見ちゃう、やだやだ、あー打たれてますね。まあ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 大丈夫大丈夫、とりあえず大丈夫。みんなエース級ですごいよね、地元乗り、そういう感じかも。いやでも待って、こっから危なくない？え？山川選手来ちゃうよ、山川選手来ちゃうよ、やだやだ、山川選手来ちゃう、山川選手来ちゃうよ。でも私優勝決まんなくても明日来ようかな、応援みたいな感じで。
ちょっとこれは敬遠してもいいと思うけどな。ホームランとか出ちゃったら終わりよ。もうホームランじゃなかったとしても危ないよ。大丈夫か？ボールですよ。あ、やだ、ちょっとコメント見ないようにしてます今。やだー、山川選手やだー。もうだってさ、ドンタクの時もさ打たれてますからね。あー怖い、本当に怖い。大丈夫かな。いやこれ力入っちゃうよね。ふー心配だこれ。藤井投手お願い。いいよいいよいいよ、ナイスピッチ。振らしてます振らしてます。これ守りきったら素晴らしいですね本当に。頼みます。ボールだね。うわー、こんにゃく、この後ろに映ってるさ、こんにゃくパークの看板がめちゃくちゃ行きたい、行ってみたい。どこだっけな、群馬県だっけ、あれ違うかな。あ、禁止、禁句じゃない、禁句、禁句こんにゃくパークは禁句です。禁句となりました。嘘でしょ、のんきなこと言ってたらもう打たれたよ。マジか、禁煙だよねこれは。ちょっとあ、ラジコマジいや禁煙だよねこれは。ちょっといやでも今、そうだね、藤井投手に今ちょっと期待しちゃっていました。期待しちゃってたってか、かけちゃってた。いやもう守ってほしいっていう気持ちで言っちゃってたけど、一旦冷静に考えたら敬遠でよかったよ。もうこれはこんにゃくパークの呪い。あ、それダメダメダメそんなこと言ったらダメ。こんにゃくパークはちょっとすいません、一旦禁句し、禁句これ今こんにゃくパークっていう負けが、すいませんけどちょっとダメですね、言わないようにします。実況中はめっちゃ可愛かった、ありがとう。こんにゃくパーク言いたいこんにゃくパーク、こんにゃくパーク、もう今はもう負けが決定したので言いまくります。え、なになに、あん、藤井投手泣いてる、バッテリー、バッテリー泣いてる、あー泣いちゃう。
明日だか、明日あるからね。つらい、泣いてるのやだ、見たくない、やだ。明日だよ、明日まだね。でも決めたかったんだよ、そう、決めたかったんだと思います。今日で絶対にもう俺たちで決めてやるっていう気持ちがあったんだと思う。だからだよ。いやもうほんとかっこいいです、皆さん。本当に戦う姿とても勇気づけられました。いやー悔しいね、本当に悔しすぎる。いや甲斐選手ね、あれいるいるいる、なかったよね。デリーはそりゃね悔しいよね。ここで抑えるぞっていう。待って、山川選手さ強すぎ。藤井投手悪くないですよ。悪くないですし、もう良かったと思います本当に。いやーマジか。待って大丈夫？えオリックス逆転優勝あるかも。え本当ですか？いや悔しい、悔しすぎる。ちょっと待って待って、順位表どうなってる感じ今。でも来年山川選手ホークスグループ、あ嘘でしょ、嘘、それはどういう噂。あ辛い、見ると悔しさが。で見るとってさ、ちょっと私全然セリーグの全然見てなかったわ。うわベイスターズ惜しかった、惜しいっていうか2位か。ホークス、オリックス、やばい、ちょっと待って、オリ勝ちならオリックス、え明日ホークス負けてオリックス勝ちなら、えどっちも勝った場合は、場合はっていうか、とりあえずホークスはもう勝てばもう勝ちが確定ってことだよね。でも何が何でも普通に楽天、え違う違う、どっちも勝ち、どっちも負け、ホークス優勝。ああなるほど、えどっちも負け、あーそっか、うんもう勝ったら勝てばいい話ですね。とりあえずもう勝ってほしい、マジか。
いやーちょっと明日もうこのいや続いてたらね早く終わってなければ見れるかもしれないんだけど悔しい、とても悔しい。ちょっと明日ホークスのユニフォーム着ようかな。3連投が使えなそうで、やばそうで、ね、しかもホームラン王がいらっしゃるってことだよね。まあちょっと明日に、ありがとうございます。いややばいやばいやばい、プレッシャーやばいって。翻訳は一旦明日はね言わないように一応しますね。本当にさプレッシャーえげつないと思うよ。新人坂東投手ですから、6時から、しかもペイペイドームじゃないから千葉他明日はだからホークス6時からだから私最後の最後の部はホークスの着ようかな。うん、最後の部は6時からなので着ようと思います。いやー決めてほしかったね。山川選手やばいよね。何なんだろう、本当にすごい人だと思います。これはすごいな。よし、じゃあランキング見ます。13位ちゃんとくさん、12位ヤシタンさん、11位クニショウさん、10位ユーツナバラさん、9位ブタバラさん、8位ヘルシアさん、7位ズッキーさん、6位クロちゃんさん、5位アオイちゃんさん、4位カメさん、3位タッチさん、にやおさん、1位フォクピグさんです。ありがとう。いやーなんかもう普通になんかもうその試合勝敗関係なく山川選手ってえげつないですね。ちょっともうなんかもう拍手を送りますすごすぎて敵でもやっぱすごいって思っちゃうね。たもつさんありがとう、しべちゃりさんありがとう、かめさんありがとう。いやもうなんか白熱したね。これは明日はもうどうにか勝ってほしいです。ではまた明日、おやすみなさい。ちょっとこの後ツイッター更新しますのでお待ちください。バイバーイ、おやすみー。